2008年の中国雪害では1月25日から2月6日までの間に中国の南部から中部の大半にかけて深刻な影響を受けた。大雪、氷、および低温により被災領域の大部分の交通機関では多大な被害と輸送障害がもたらされ数千万人の利用者が影響を受けた。それは1949年の成立以降半世紀の歴史の中で 中国にとって最悪の冬の気候となった。複数の報道によると、雪害による直接の死者は少なくとも129人に上った。深刻な雪害は1月10日に大きなドーム状の寒気が中国の大部分を覆い、沿海部の西側に大雪という形で多量の降水がもたらされることにより始まった。湖南省、湖北省、河南省、山東省、チャンス省、 安徽省と上海市は最も被害を受けた。ある地域は17年間で最悪の吹雪が起き、ある地域は半世紀における最悪を経験した。降水の第一波が過ぎ去った後でも深刻な寒波と共に雪は数日間降り続いた。国土で最大のマ間間砂漠でさえも降雪が報告され雪と共に引く。摂氏25度近くの最低気温記録が11日間。 連続し、家畜が死んだ。ある時点では、気温は低く、摂氏32度まで下がり、2006年1月の低く、摂氏26.1度という記録を塗り替えた。ただし、この天文台の観測の記録は、非常に短いことに注意しなければならない。達中観測所によると、積雪は時に砂漠の中心で4センチメートル以上であった。 進化者によると砂漠全体が一度に雪で覆われたことは初めてである。中国気候センターの研究者及び国連の気候変動に関する政府官パネルによると中国の雪害は主に異常な大気循環やエルニーニョ、南方振動との関連であり気候変動と直接関連するものではない。中国気象局は2007から2008年の冬の 雪害期間中につ平均の温度が摂氏2.5度を下回り、1986から87年の冬以来の最低気温を記録したと述べた。雪害の被災地域、重大な被災地域被災地域吹雪によって低い建物の屋根が崩れて屋内の居住者が死亡し、大きな損害がもたらされた。見積もりでおよそ22万3000の家屋が倒壊し、 八十六万二千の家屋が破損した。また CNN は、昇丹市の自動車工場で全長五百メートルの屋根全体が崩壊したと報じた。中国のエネルギーシステムは悪天候により深刻な影響を受け、広範囲で電力供給の停止が報告された。約四百六十万人の人口を持つ、修士では、およそ二週間以上にわたり、政府の建築物や病院を含む、 都市全体にどんなエネルギーや水の供給もなかったと報告され、また電話ケーブルとインターネット網も破損した。武州市ではおよそ3週間にわたって都市からエネルギーが失われたと報告された。31章中の17章や自治区で電力の不足に耐えなければならなかった。2月1日から援助のために上海市のスカイラインや系統のすべてが止められ。 節外の終了が公式に宣言されるまで再開されなかった。奇州省では職員が送電網を完全に修復するには最大5ヶ月かかると述べた。新華社は170の最も打撃を受けた自治体の大部分で9正月までに電力が回復したと報じた。石炭採掘量の低下は緊急レベルにまで達し、備蓄量は8日間分の発電に必要な分量しか、 なかった。また、雪害は、水道管を破壊した。武漢市では、数本の水道管が破裂し、最大10万人分の水の供給が難しくなった、ため、各地域家庭への供給を中止した。また、厚生地湾族自治区では、およそ23万9千人が飲み水を得ることが、困難になった。雪害の最初の1週間、重要な避難命令があり、 およそ82万7千人が14の省に避難し、およそ7、800万人に影響した。新華社によると、2週間以上で合計で180万人の人々が他の場所に移動した。さらに、87万匹の豚、45万頭の羊、8万5千頭の牛が雪害で死んだ。さらに2万7500平方キロメートルの竹林。 4万7千平方キロメートルの森、61平方キロメートルの苗木の合計7万5千平方キロメートルの森林が破壊された。雪の経験が浅い中国の温暖な地域を襲った激しい雪害では多くの自治体で雪に対する必要な設備を書いており、特に深刻であった。一年で最も忙しい旅の季節に雪害に見舞われたことで、 交通機関への影響は重大なものとなった。新華社によると、数百万人の中国人は2月前半の春節の時期に伝統的な祝賀をするために大都市から田舎の彼らの実家まで戻る。ロシアの人口よりも多いおよそ1億8、0 0 0零零、人が休日の間全国の至るところに旅をするのである。この年では、それが2月7日だった。 来陽市の大雪鉄道、編集大雪はけ構成を破壊した。何万人もの人々、最大で50万から80万人が、調査駅、広州駅をはじめとする中国南部のあちこちの駅に足止めさせられた。見積もりでおよそ8000台の列車が遅れる間、合計でおよそ600万人の鉄道乗客が足止めさせられた。群衆が家に帰る望みもなく待っている駅の光景は、 数日間続いた。旅行者の多くは、時に、全体で、フットボール競技場3横分と同じくらいの大きさがある、中国輸出入展示会センターの非常シェルターに、避難した。足止めされている旅行者にはそれぞれ無料の水筒や、およそ1ドルで販売された米、鶏の足、キャベツが入った弁当などの商品が配られた。ある駅には旅行者に、旅の計画を諦める。 要奨励する赤い横断幕が掲げられ、彼らのうちのおよそ50万人が長い間待った末に、彼らの旅の予定を取り消した。新華社は、関東地域の1、100万人の出稼ぎ労働者が乗車券を返還に応じたと報じた。鉄道の大部分は1月31日に再開したが、2月3日の農務は特に、湖南省でさらなる遅れをもたらした。 長い遅れは時折旅行者と警察、軍人との衝突を引き起こした。高速道路、編集首都北京と関東省をつなぐ、主な高速道路である K 玉高速航路のように、山西省と河南省内のいくつかの主な高速道路が閉鎖された。湖南省と関東省をつなぐ8つの高速道路のうち7つは閉鎖され、安岐省のすべての一般道路が閉鎖された。 道路閉鎖により、雪害が作物への甚大な損害を与えたことにより、深刻な食糧難の問題を抱える国内の、いくつかの地域に対する商品の輸送が中断された。海運、編集水上輸送への影響では、上海港で商品を積んだ10隻のボートが、海面の影響で動けなくなり、積み荷を下ろすことができなかった。空港、編集およそ6万人のバスの乗客が様々な、 高速道路で足止めされ、またある時には10都市の主要な19の空港が閉鎖された。公州白雲国際空港では55のフライトがキャンセルされ、1万人が足止めされた。合計でおよそ3250のフライトがキャンセルされ、5550のフライトに遅れが出た。厚生省ではすべての地域のバス便が運行を休止した。 中国公安部はおよそ100万人の警察官を道路の閉鎖を防ぐ目的で急破したが多数のトラックが多くの地域で立ち往生したと述べた。また100台のディーゼル機関車が止まっている列車を復帰させる試みのために急走された。CNN によると1月31日の時点で雪害の影響により63人が死亡した。それらの多くは寒波と 屋根の倒壊によるものだった。新華社によると犠牲者は後に少なくとも107人に増えた。犠牲者の中には1月21日に暗気章でバスが溝に横転したバス事故による11人の死者も含まれている。1月28日には順偽手の近くでバスが凍結道路に突っ込む別の事故が起き少なくとも25人が死亡した。湖南章では 三人の電気技術者が電力線から雪と氷を取り除く作業中に事故死し政府によって革命に準じたものとされた。列車の運行が緩やかに回復し群衆が殺到したことにより甲州市で少なくとも一人が死亡した。中国当局は医療班がおよそ20万人の病人及び負傷者の治療に当たった一方で60人が寒気により死亡したと述べた。 また、11人の電気技術者が国中でエネルギーシステムの回復に当たっている間に死亡したが、それらが寒波と建物崩壊による60人の公式な死亡者数に含まれていたかどうかは定かではない。2008年1月28日の南京市中山北の過去数年間急速に成長している中国の経済は、節外の影響を受けた。BBC によると、 中国民政部は中国の経済損失はおよそ540億元と見積もっていたが2月7日付で800億元に修正した。また2月13日付の損害見積もりはおよそ1、110億元であった。国中の保険会社は何万件もの保証を求められ、最も被害を受けている地域からは50万を求められることさえあった。またアナリストは 野菜と果物など400万ヘクタール以上の作物の大規模損失は食品価格にかなりのインフレーションをもたらす可能性があると述べた。何百万もの作物の損害の後に少なくとも11の章で重大な値上がりがあると報告された。その余波で弁当の価格は多くの地域で5倍にまで上昇した。さらに食品価格は 月間10%から最大18%に値上がりし消費者物価指数にかなりの影響を及ぼした。物価上昇率自体は1996年9月の7.4%以来最も高い7.1%に達した。さらに多くの工場生産も影響を受けた。それらの中ではおよそ5万トンの鉛と亜鉛の生産の損失が水南省で予測され、 重要な原料の不足のため鉄鋼とアルミニウム生産は縮小した。およそ1万キロメートルのラインが影響を受けた時、電子通信会社には膨大な損害があったと予測される。情報部は、この影響により1月27日までに3、300万人の利用者と少なくとも8、0元の損害が及ぼされたと述べた。ホテル、航空会社と自動車販売のような他の部門は、 他の産業で製品の供給の輸送が遅れたことによる混乱が見られた。中国政府は、節外の経済一般への重大な影響は、長期的なものではなく、短期的な問題であると述べた。節外の影響による輸送障害や電力不足への関心が、上海証券取引所総合株価指数の7%の低下の原因となった可能性がある。しかしながら、 雪害とは別にアメリカ合衆国の景気交代への関心による世界的な証券市場への不安も同時に起こっていた。エネルギー関連株は被災による利益上昇のために最大23%まで上昇した。上海市の雪雪害は2002年のサーズ危機以来最も大きい国家の大規模動員を記録し1998年の 用子江の洪水への救援の労力規模に匹敵した。中国の首相、温家法は調査市の駅で公共テレビ放送で状況に関して国民に謝罪した。彼は、春節休暇の旅行者のための通常の列車運行が復元される前に、まず最初に電力システムが修復されるだろう述べた。また、いくつかの状況のコントロールについて議論するために、 古近東主席を中心とする中国共産党中央政治局常務委員会が緊急招集された。およそ30万の軍人と110万人の予備役兵が影響を受けた地域の様々な場所に救援と除雪のために配備された。また政府は、節外で作物の被害を受けた農民を救援するために7億ドルの支援計画を発表した。さらに政府は三億3、 霊言以上を極地災害救援活動に費やした。2月1日、温家宝首相は、雪害の影響に関して議論する国務院の会合を開き、その後すぐに救援の努力を視察するために、水南省に行った。古近東主席は、大規模な電力不足を助けるよう促すためいくつかの炭鉱を訪問した。また、気象部の評論では中国が、 将来的な悪天候のためにより良い気象予想や気象部の連携協力のためにより投資をするだろうという報告があった。中国気象局によると天気予報の業務の改善のためにおよそに、さらに気象部署の数人の速攻処議士は国がこのような規模の冬の気象に直面した場合への準備が適切にされていなかったと言った。あるものは国の北部地域の異常気象に対する 緊急対策計画を称賛した。それらは南部から評された。また、中国気象局は、役人は、このような厳しい冬の天候が長く広い地域中に大規模な影響が続く出来事を予想していなかったと付け加えた。恩加法首相は救援の努力を視察している間、春節を厚生省で過ごした。ありがとうございます。